はい、こんにちは、ビッグボーイです。それでは今回もフォールアウト4 DLC 第3弾ファーハーバーから続きやっていきましょう。アカディアの霞の前から始める予定だったんだけど、前回の動画の後に気づいてしまった。KYE ってこれのことだ。ね、なんでこれも見つけられないのかっていうね、ちょっと目暗すぎるな。スキャン中、承認ユーザー検知、人造人間プロトタイプ、え？医療エリアのドアを解除中。私はカイ 1.1。 あ、カイって言うんだ。医療施設を管理するためにデザインされたコンピューター知能、具体的には扉奥の部屋の管理だ。君は承認済みユーザーの全ての特性を有している。私に言わせればギリギリセーフです。ビーマがやったに違いない。プロトタイプの人造人間が他にいるとは思わなかったんだろう。部屋の中で見つけたものは持って行って大丈夫だ。オッケー。さあ、ここが目くらで入れなかったところなんだけど、なんかいいものあるかな。お金ん？ディセンバーズチルドレン最後。ほうほう、待てよ、重量がもしかして、あ、オーバーしちゃってるな。一旦拾えるもの拾っちゃって。だけどもこれといって特に何もないのでは。何もなさそうだけど、もう見落としてないね。 OK、 ちょっとアイテム捨てて一旦山小屋に戻ったりしてアイテム整理してからアカディアに行こう。うん、こんなんもういらないね。はい。さあ、アイテム整理 OK で、珍しいな、太陽が出てる。霧はかかってるけど、マップをよく見てみたら、なんか聞いたことあるなとは思ってたけど、アベリー殺害についてファーハーバーに伝えるってあるから、以前になんか話されてたかも。一回ファーハーバーに行って報告しよう。報告できる人どの辺にいる？アベリー。この人のせいだな。何かご用？あなたはキャプテンアベリーではない。ここにリーマがオリジナルのキャプテンアベリーを殺した証拠がある。でもそれは私の首飾り。そんな火事でなくしたはずなのに。その頭蓋骨、まさか。いい、私は私、すべて思い出せる。私が人造人間だなんてありえないわ。あんたは間違ってる。人造人間、知らず知らずの間にもう本物死んでて、その人格を持ったままの人造人間なのか、この人が。ちょっときついこと言ってみるか。まだ理解できないのは分かる。しかし証拠は決定的だ。受け入れないよ。私が本当に真実なのね。私は人造人間、どんな気持ちになるか分かる？知っているすべてを、信じているすべてを学ぶことは嘘なの？これ以上隠し事はいらない。もし嘘をついているのなら、これが打ち明けるチャンスだ。わかるか？私はキャプテンアベリーだと思う。私が人造人間で、誰かによってアベリーだと信じ込ませられたのなら、その理由がわからない。リーマの仕業なのかな。どんな気持ちになるのか、本当に残念だ。唯一今できることと言ったら、信じる道を進むことよ。リーマは殺人犯、そして嘘つきだから償いをすべき。でももしあんたがここの誰か、特にアレン・リーにこのことを教えたら、罪のない人々が苦しむ。バーハーバーは崖っぷちに立たされている。それを伝えたらみんなを崖から突き落とすことになるわ。リーマと戦って
彼に償いをさせるならそうして。でもお願いだから、証拠は公にしないで。金を譲る、金を譲るってなんだよ。ちょっとあまりにもゲス行為だけど。ああ、どうしよう。赤い、いい仕事があるわよ。そうですか。このような証拠は非常に重要で価値のあるものだ。わ、ひでえ、ひでえ。家庭の話だけれど、これを秘密にしておくことにいくらの価値がある。クズ野郎。あ、あんたの物の道理がわからないって言うんだ。え、それは怒るわ。キャップを上げてもいい。1300キャップなら上げられる。え、秘密にしておくと約束して。いや、本心はそんなつもりではなかったんだけど。やってしまった。秘密は守ります。アベリー、証拠は表に出さない。正義とは言えないけれど、あんたは本当に思いやりのある人ね。いや、金譲ったんだけど。アベリーの全員、あんたに大きな借りができたわ。1300キャップゲット。やってしまったな。赤の選択肢でまさか成功するとは思わなかった。それからアレンリー、火力が必要か。ディーマがアベリーを殺した。ディーマがキャプテンアベリーを殺した。そして彼女を人造人間に置き換えた。いや、その通り。俺は、待て、本気なのか。ずっと気づいてた。待って、これ喋ってよかったのかな。やっぱり。でも言葉だけじゃ何の証拠にもならない。証拠があると言ってくれ。ディーマとアベリーの証拠が必要だ。証拠といえば頭蓋骨だけど。ここに証拠がある。そのアミュレットはアベリーの。あとアミュレットか。間違いない。そして頭蓋骨は、誰の頭蓋骨でもあり得るからな。そうだ、先生だ。テディならアベリーの歯かどうか医学的テストができる。本当かどうか分かったら戻ってこい。そんないろんな人に知られてしまうけど、いいのかな。ベイトショップに何かご用は？どこにいる人だろう。あの人か。ドクターっぽい。アンドレにたかるハゲタカか。アンドレ？死んでないぞ。本土人か。私の診療所へようこそ。いてほしいんなら何とか言え。会話をしてる時間があればいいんだが、あいにく仕事が尽きることはない。どう、ちょっと悪いんだけど、物体を調べてもらうんだけど、頭蓋骨を調べて。先生、この頭蓋骨を調べてくれないか。誰のものか教えてほしい。近頃じゃ珍しい。いくつかテストをしてみよう。君にとっては重要なものみたいだ。見せてみなさい。いいぞ。バカな、そんなはずないだろう。いや、違う。アベリーは何年も前に死んだはずだ。アカディアがインチキをしてるに決まってる。そうなんだろう。君が持ってる証拠だが、それで何をするつもりだ。被害は最小限に。二次被害を最小限に抑えて解決したい。二次なんだって。ああ、そうだ。いい感をしてるな。事実が明らかになれば、多くの無実の者が血を流すかもしれない。いいか、私は誰にも漏らしはしない。少しでも明るみに出れば。何にせよアレン・リーには教えるな。え、血の惨劇になるからな。いや、アレン・リーが知りたいと言うから。アカディアの運命を決定する。まさか分岐か。そっか、これアレン・リーに教えたらアレン・リーが攻撃に行くかもしれないのか、アカディアに。おお、どうしようかな。ちょっと待て。アカディアの運命を決定する。あ、アレン・リーに渡せば極端な行動に出るかもしれない。ディーマを追求してもいい。あー、どうしようかな。これもしかしてそんなにディーマの記憶をたどって証拠を探したりしなくても、もう最小限の証拠でディーマを追い詰めたりもできるのかな。どうするべきだろう。アベリーに一旦話してみよう。
アレン・リーには話さないという方法でいこう。アレン・リーには黙っておきたい。あれ、あ、いたいたいた。正直に言うわ、この島の人に頼むのは。でも、あ、もう特にないのか、話すことは。アレン・リーには教えないでおこう。なんか危惧するようなこと言われたしな。霞に一回伝えに行こう。さて、リーマはもう目と鼻の先にいるんだけど、一旦霞にお話ししてこよう。おお、え、ちょっと待って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 、それはあかん。あれ、衝撃波に攻撃判定あるんだ。よくないね。かすみはここにいる？いた。おかえり。それで何か見つけた？リーマは本当に信じられる？それか隠し事をしてる？彼女に全てを話す、短く伝える。いやまあ、この人はそんなに荒っぽい 人ではないと思うから、全部話すか。リーマの最初期記憶を見つけた。彼は殺人を犯し、ファーハーバーの誰かをすり替えた。そして隠蔽した。自分自身の記憶さえも封印している。やっぱり間違いであってほしいと祈ってた。でも何かおかしいって感じてた。なぜ彼がそんなことをしたのかわかる？彼は良い意志を持っていた。思うに彼は島のみんなのために平和を望んでいるだけ。たとえそれで彼らを背後から操ることになったとしてもだ。つまり彼は善意で、私たちは彼に手を貸すべきなの？アカディアを助けた方がいいの？ここには善良な人たち、人造人間がいるし。家に帰るべきだかな。カスミ、家に帰った方がいい。連邦へ戻れ。実は帰ろうかずっと考えてたけど、この件を解決しないといけないの。私が大切に思う人造人間がここにいるから。この件が終わったらまたその話ができるかもね。報告、ディーマに問いただしてみようか。もうちょっといろんな証拠があるといいんだけど、いいやつそうで実は悪いやつだったっていうところまでが今判明してるから。で、階段はどこだっけ。問いただしてみるか。これでドンパチになったりしないよな。ディーマ、ディーマどこ行った。いた。気に障らないといいんですが、チェイスに後をつけさせました。彼女はあなたがニュークリアスに入って出るところを見たと言っています。それとファラデーによればオフィスで盗難があったようです。バレってる。私と彼で構築していたコンピュータープログラムが盗まれたと。つまりあなたは私の記憶を知っていますね。見つけたものが何であれ返してもらいたいのですが、結局は私のものですから。待て待て、人造人間のすり替え。記憶に導かれて墓地まで行った。島を操るためにあんたはキャプテンアベリーを殺して人造人間と入れ替えた。まさか。そんなはずは。見つけたものを見せてください。確かに私です。ファーハーバー出身の女性を殺し身代わりを置いた。人造人間の人格を剥ぎ取ってエージェントにしたのです。なるほど。なぜそうした。なぜそんなことを。ファーハーバーには平穏が必要でした。穏やかな声が、博愛とはこうあるべきという模範が、お互い平等に生きられるという模範が必要だったのです。だが血塗られた記憶を持って暮らすことは不可能だった。私のせいで人と人造人間が死んだのだから。
嘘つきだかな。まあでも死んでは、人間死んではいるけど人格は一応生きているんだけども、 B かな。嘘つきと言える。そうかもしれません。私がした妥協、知る者さえいない。意図した確信犯的無知というやつだな。状況がより鮮明に分かってきました。この秘密はファーハーバーに伏せる必要があります。私の仕業だと彼らが知ったら、犠牲は一人にとどまることはありません。アカディアがやられます。そして私たちがいなくなれば、霧コンデンサーはいずれ壊れてしまう。皆死ぬことになります。考えがあります。まだ平和を取り戻す方法はある。ですが私が人間を人造人間と取り替えたことは伏せなければなりません。なんだろう、なんか若干保険をかけてるような。霧コンデンサーが壊れたらファーハーバー終わっちまうよって。どうしようかな。どうしようかな。理解はできますが、飲み込むには話が大きすぎますよね。そうですよ。方向を変えろ。リーマ、ファーハーバーの人々に真実を告げるべきだ。彼らに判断を仰げばいい。そうして彼らがアカディアの破壊を決断したら、私が連れてきた人造人間に罪はありません。私には彼らに対する責任がある。おお、待て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 、赤い選択肢が2つもあるぞ。おお、どうしようかな。いや、まあ自覚がない、まあ、自覚がないというか記憶がないだけであって、一応ディーマは殺人者なんだよね。いいかな。どのように正当化しようが関係ない。殺人を犯した、その責任は取らなければ。自殺よりもマシな償い方があります。私はファーハーバーの存続に手を貸してきました。私ならもっと多くのことができます。過去が明るみに出ないという条件付きではありますが。失敗したのか。これもう一回選んだらどうなるんだろう。リーマ、そうして彼、もうできないのか。自殺よりもまず過去が。ちょっと待てよ。リーマ、そうし、人類を信じているっていう方もやりたくなってしまうが、やってみよう。人間と人造人間の種を平等にしたいと言った。さあ今がそれを証明する時だ。彼らに真実を話して、彼らが正しいことをすると信じなければ。ダメです。築き上げたもの全てを投げ出すリスクは犯せません。彼らの命は私にかかっているのです。このことは他言無用でお願いします。ダメか。秘密は守るか。ディーマ、秘密は守る。ありがとう。もしかしたら罪の意識で集中できるかもしれません。前は無駄だったようだがな。これを提案するのは恐ろしいことですが、あなたが取り戻した記憶のおかげで別の選択肢ができました。私たちの介入によってファーハーバーがより安定するのなら、もう一度同じ方法がチルドレン・オブ・アトムに効くかもしれません。テクタス上級調剤司祭をすげ替えてファーハーバーに許しを与え、朝廷に導くことができるかもしれません。上級調剤司祭ってこの前見たけど、汚れ仕事は自分でやってくれってあるな。行ってみようかな。一人で汚れ仕事をすればいい。できません。テクタスはすでに最後通告を突きつけてきました。彼の信用を勝ち取れる可能性のあるものが必要なのです。お願いです。検討してください。信じていいのかな。どうなんだろう。いや、ディーマ、何でしょう。核発射キーのことを聞いてみるか。核発射キーに関するお前の古い記憶にアクセスした。お前はニュークリアスにある潜水艦の起爆方法をずっと知っていた。ちょっと時間を思い出してみます。ん？あ、これはモッドだね。ハングマンズアリーが攻撃されてる。つまり私は発射キーの存在すら忘れることを選んだのですか。そうなマーティン、彼にずっと嘘を言っていたのですか。潜水艦は艦ドックで錆びついています。
あのミサイルの唯一の標的は基地そのものです。つまりニュークリアス、チルドレン・オブ・アトムが生息するあの場所です。あのキーを間違った者の手に渡してはいけない。ニュークリアスにはファーハーバーを脅かす狂信者もいれば無実の人々もいます。それは危ないんじゃないの。どちらも破壊するべきだ。どちらも破壊すべきだ。あ、そんなことになっちゃう。チルドレン・オブ・アトムは生きるに値しない。あなたは無意味な破壊行為の擁護者ですか。これは怒るわ。破壊行為に味方すればアカディアは生き残るかもしれません。でも双方を殺すなんて、そんなことをしても何もならない。守る。他の誰にもあの鍵は渡さない。約束する。ありがとう。他にも記憶の中に何か和平のためのヒントは。いや、特に何も。先を急ぐことにする。そうですか。ハングマンザアリーが攻撃されてるってどこのことだっけ。あー、これ連邦だな。ちょっと今は向こうの人たちに何とかしてもらおう。ちょっとお話が長引いちゃったが、レンリーには見せない方がいいと思うしな。まだ他にもたくさんクエストがあるんだけど、じゃあとりあえずまだちょっと若干ディーマが怪しい部分があるんだけど、なんせまだ証拠、探ってない証拠というか、まあ記憶が、本人の知らない記憶がまだあと3つあるわけだから、核発射機の場所を見つける。とりあえずハーバーグランドホテルに行こうか。で、外に出てきたけど天気がいい。このアカリアの運命を決定するってもうここでできちゃうんだが、正直やってみたいけど、まあとりあえずグランドホテルに行こう。さて、これメッド X 使った方がいいな。え、中毒になった。ちょっと目的地がたくさんあって見づらい。あっちだね。こんなところのホテル、なんだろう、ホテルというか雰囲気が若干フォールアウト3に似てるな。この空がこのどんよりとしてる感じだとか。ホテル近辺まで行こう。ホテルってこれかな。これっぽい、まあ、目立つなこのパワーアーマー。赤くて。敵はいない。ホテル、これどっから入れるの。ん、普通に入れるのか。いやだけどこっからはどこにも行けない。レイダーアーマー、入り口らしい入り口がある。ん、ミュータントがいるの。マスターだ。クリティカル。どう。あ、リロード。あ、違う。ほら。これしか持ってない。フュージョンコアが3割か2割ぐらいを切ったか。痛い。どこ。お、あんな上にいる。ちょっと待て。待て。なんだ。あれはミニガンの。ミニガン持ってんのか、あいつ。痛
いてグレネードと車爆発しちゃった。グレネード、あれあれ、あ、当たる。リロード、これ使うか。 OK。 あ、これ強化してから使ってなかったけど強くなってるな。あれか、 OK。 マガジンもたくさん入るし、スカーミッチャー、 OK。 こんなもんかな、まだいる。ホテル内部はここから入れんのか。敵がまだいる。全員上か。どうやって上に。ニック何と戦ってる。あ、そこにいたのか。パワーマンには効かない。こんなもんかな。さて、フュージョンコアがもう切れかかってるんだけど、なんもない。じゃあ一通り敵は制圧したというわけで、ハーバーグランドホテル今回はここまでにしようかな。じゃあ次回、ここの内部かなんかを調査して、まあ本人は知らないと言ってるけど、彼の忘れたと思われる記憶の手がかり探そう。またこいつで。じゃあ今回はここまでで。はい、ご視聴ありがとうございました。